三河山本氏は、日本の氏族。三河国の山本氏を称する土豪。三河牧野氏の家臣となった山本氏は、これを先祖とする越後長岡藩が老家の山本氏となった。海軍元帥山本五十六は、北越戦争、母親戦争で当主が戦死した道家を同藩藩士の高野家より養子入りして継いだことでも知られる。江戸幕府では、 直参旗本の身分、山本氏にも、先祖を、三河発祥とするものがある。山本氏の演祖は、鎮守府将軍言万世であると伝えられる。万世の玄孫、重長が、三国木田号に従し、木田氏を称した。その子、茂国は、上級の乱で、後鳥羽上皇に味方して、内死にした。その甥い、重機も、叔父と共に内死にした。木田和勢の子孫は、 駿河国富士郡山本村に捕らえして、在地の土坊となった。この木田氏は、後に、定久が山本と姓を改めて、駿河、東東身の戦国大名、今川氏に仕えた。山本定久の子孫となる、山本伝次郎ゆ綱は、三河鴨郡群内に、今川氏から所領を与えられて移り住み、二代目は、通称を縦脇と称して、鴨神社の神官となった。 三代目の山本光幸は、道下も軍鶴巻に従した。山本伝次郎行綱と伝えられる墓地は、道下も軍本願寺に存在するが、その実績については、資料的根拠がない。また三河と来後に一時、鶴が久能山城主に栄転したとする伝説もあるが、資料的根拠がない。越後国長岡藩家郎、山本大東家は、三河牛久保六期以来の家とされるが、 その遠隔には、徳川家への士官など曲折があった。A68 年に、稲垣長茂らと共に家康の御家人に列したとの記述があるが、それ以降は、山本立脇に関する資料が乏しいためその動向があまり詳細ではない。しかし、不幸図末、平家の松平家忠の日記、家忠日記には、天正13年12月開日の城で当時岡崎、城代であった、 本田作左衛門四月具の聖母恩信の訪問を受けた人物として、本田文後神高校、内藤平左衛門と共に、山本盾脇の名が見える。また、天正18年の小田原征伐では、徳川方陣立の中に、陣馬奉行として参陣した。また、関ヶ原合戦図屏風の中にもその姿が、描かれている中の山本盾脇、遠利江戸文武浄土の旗の作法に見える。 さらに前景、家忠日記文禄元年3月16日の上で、江戸武神奉行として、天野西兵衛と共に記述され、松平家忠に江戸武神に来るように要請している。文禄元年当時、山本立脇は、下佐国桜内で戦国を治療していたとされる。これらの事柄から山本立脇は、越後長岡藩山本家の書伝の通り、文禄年間までは、 徳川家直参旗元であったと推定される。天正18年に、牧野氏が牛久保城主から大御城主二万国に栄転すると、山本茂之は牧野安成の家老に就任した。成行は、慶長9年7月10日大御にて死去その地に埋葬。その夫妻の墳墓は、群馬県前橋市大御の優秀山長工寺に作られた。 牛久保上主の牧野氏の所要は7000国程度と推定されているが、大御上主となった牧野氏二万国では、現長年当時に徳川直さんであった稲垣氏の家禄は含まれないと考えられるが、山本氏の家禄は支給打ち分けが不明であるものの、上記の通り、文還元年までは徳川家の不信奉行として全国の抗議支給を受けていた。それゆえに、 江戸時代に越後長岡藩がろ山本氏は徳川将軍家の旗本の資格があるとされた。関西重修諸家府によると、山本勘助の彦である山本黒部正氏では、寛永十二年にお餅筒寄り木に召し出され、後に小住人に列した。国高か,から押して馬上となり、小住人の組頭を補佐していたものと思われる。また同士は、 三河八将であるとしている。段下府によると、上記の山本氏の別家となる山本氏が存在し、大番党を務めた250国の家柄であったが、法歴11年に当主が蓄点したため、断絶している。この当主は、山本勘助から数えて8代目となる。同、関西初夏府巻、第三十二清和源氏義光流山本氏は、山本市兵正直の代より、 岡崎城主、松平清康、広忠に仕え、西三河出身。また、A66 年の三河一行一揆の際に、とろ城の州に、山本氏兵、山本斎造、山本小次郎があり、徳川家康に敵対した。このように古くから、西三河にも大見源氏系など、前系の駿河出身とは異流の山本氏があり、松平氏の家臣となる者もいた。 豊川市三戸町には、保イ軍三戸村の時代に、山本勘介屋敷の伝承を持つ古屋敷があったと、される。これは、新帝三河国宝藩軍史に記事が収録された頃、道村大和座広石屋座腰側にあった、山本玄介屋敷がそれであるとする。この屋敷には、古藤、槍穂崎の遺物が伝わり、また同屋敷の西宮に、五輪の石灯があった。なお、市内三戸町、 広石の水戸神社には、天文15年の山本五郎左衛門城、成政、天正8年の山本隆史運乳道の胸札があるとする。なお、東三河に、由緒の深い越後長岡藩の家臣団に、藩士、山本五郎左衛門家が、藩創設以来幕末まで存続していたが、この成政との関係は不詳。また、山本関介との関係は、 関助の全名が源助だったという、牛久保密談記の記述以外に重なるものは知られていない。日立国笠間藩主、牧野氏と越前国松平氏の上級家臣の山本氏は山本関助と同家であるとしている。牧野越中守家臣山本氏は、幕臣山本氏に用紙を出している。また、島国東市軍と馬藩主稲垣氏の家老連盟である。 山本氏とその分家六十国は三河国宝半軍発祥の山本氏である。ありがとうございます。